はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日ね、ちょっとバイクのね紹介をしようと思います。これね、僕が通勤用でちょっと前に、買ったね、バイクなんですけど、維持費とかもね、いろんなものを考えて、あと僕結構趣味が多いので、125cc のね、バイクを買いました。車のねファミリーバイク特約で、125cc だったら、それにねつけて、できるので、そういうのもあってね、こちらの方買ってみました。紹介ね、僕もバイクそんなに詳しいというわけでもないので、ざざっとね、どういうところを見て、このバイク選んだかっていうところと、特徴をねちょっとご紹介できたらと思ってます。ではでは、はい、どうも。ここからねオズモポケットでちょっと寄りを取っていこうかなと思います。フロントはね結構精悍な感じで、僕は結構気に入ってるんですけど、これも好き好きだとは思うんですけどね。で、一つね、ちょっと変えたのが、通勤用で使ってるんで、ここにね、フォグランプをつけました。左右ね、よいしょ。左右つけてます。よいしょ。こんな感じで、つけてるんですけど、結構ね、ちょっと無理やり感が、出てるんですけど、ここのね、何ですか、フロントのこのね、ガードのところを固定してるネジの一つにちょっとこう伸ばしてというか、これホームセンターで売ってるね、ステンレスの、板を2枚重ねて、でちょっと強度出してね、最初1枚だとね、どうしてもこれがブル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 走行してる時に震えちゃってね、やっぱり前輪のタイヤのこんなところでブルブル震えられると結構振動がね、なんかダイレクトに伝わってきてちょっと危なかったんで、2枚にしたらだいぶ落ち着いたんでね、とりあえずこれで、ちょっと試してます。もしダメだったら3枚にしようかなと思ってるんですけど、本当だったらこれもエンジンガードみたいなね、こうガードがついてたらそこにつけれるんですけど、これ以上ね上にはつけれないんで、ここも結構ねもうクリアランスが、これも上下しますから、この上って言ったらもうクリアランスが全然ね、ないので、もうここから下で、で刺す、これもねあんまり上につけすぎるとここは当たっちゃうんですよね。最初ちょっと上目につけてたら当たってしまってたんで、もうそれも注意しながら、やりました。これはね、僕が勝手に後でアマゾンで、買ってね、つけました。はい。一応ねそこら辺も用品関係は概要欄に一応買ったものはまとめて置くようにします。で、あとなんかごちゃごちゃ、これは撮影とかも含めてなんですけど、スマホホルダーね、これはちょっと自転車用のやつをそのままつけちゃってるんで、ガタつきがかなりね、出るんで、バイク用のやつを買おうかなと思ってるんですけど、どうしても自転車用のやつだからかな、ここのところがねちょっと弱いんかな、ここはしっかりついてるんですけど、ここはちょっと弱いでね、ここはまた買い替えようかなと思ってますけど、あとこのバーも後付けで付けました。木島なんかそんなとこのメーカーのやつですね。はい。ここがね結構簡単に外れるんですよ。この、ここにこうなんていうか六角で開けるねネジが付いてて、ここと反対側とだけで外れたんじゃないかな。それで外して、簡単に付けれますこれも。で、USB の差し口が2つ、あります。これも付けました。僕、自分で。で、GoPro 付けれるようにね、これ付けてます。で、あとは、ハンドル周りはね、まず、これグリップヒーターを付けました。もう全部自分で付けました。お金かかるから物だけね Amazon で買ったりなんかしてネット注文して、ここはグリップヒーターのね電源のボタンになってます。で、こんなんはもともとついてるウインカーとかホーンとかね、でして、これが後付けです。これフォグランプのスイッチになってます。後でまたエンジンかけてちょっとつけてみますね。で、メーター類があって、こっちは何もね後付けの分はキルスイッチがあって、で、グリップヒーター、これだけつけましたね。はい。くらいの感じになってます。こんな感じね。あと、今日はちょっと着てきてないですけど、これはあれね、
今バイク乗ってるはる人やったら知ってると思うんですけど、あのエアバッグがついてる、あのウェアね、あのウェアにエアバッグついてる、それ持ってるんで、まあかなり前に買ったやつなんでね、もう古いやつにはなるんですけど、まあ使えるんで、それを着た時にこれをウェアに接続するやつですね、ワイヤー、こんな感じです。はい、サイド周りはこんな感じですね。はい、まあちょっと綺麗に洗ってもないんでね今日。あのまあでも、ああとごめんなさい、これつけた、これあの冬にね買ったもんでね、寒くてね、であの僕つけてるのはこれグリップヒーターね、グリップヒーターとフォグをつけたんですけど、後でバッテリーがねちょっと上がりかけみたいな状態になっちゃって、結構こいつが多分電力食ってると思うんですよ。まあどっちかわからない、でもこれだけで使ってたらそんなにあのなんていうか、エンジンがちょっとかけるときにね、ちょっとかかりにくくなったりしてたんで、あのセルがまあこうすぐなんていうかキュインキュインキュインってこうバッテリーがね減った時のような動きになってたんで、でもうグリップヒーターやめてどっちかにしようと思ってやってて、そうですね、多分これがすごく電気食ってます。でこれもバッテリーの電圧が下がってきたら自動的にオフになるでような仕様の安全機能がついてるやつなんですけど、やっぱりこういうねちっちゃいバイクなんで、バッテリーのね容量がちっちゃいんだと思うんですね。だからそこら辺はちょっとねしんどいところはあると思います。はい、まあそんな感じで、それもあったんでこれを買いました。これもアマゾンで安かったですよ、1000何ぼくらいだったのかな、2000もしなかったんじゃないかな。これもこのミラーのやつをくるくるっとこうね外してそこへやって、これ締め込んで押さえる感じなんですごく簡単です。まあでも錆びてきてるよね、これ鉄かな、このくらいステンにしてほしかったですけどね値段が値段だからステンのネジ買えばええっていう話ですけど、はい、そんな感じですね。はい、でまあ黒と青があったんですけどね、青が綺麗かなと思って青にしたんですけどね。はい、こんな感じ。これも自転車用のやつですけど一応つけてます。あれね、鍵ね、ワイヤーロックっていうか、かなりごついやつです、重たい自転車でやってると重たいです。まあ、こんな感じです。で後ろね、このバッグはね、これも昔バイク乗ってた時に持ってたやつ、とりあえず荷物入れるとこはどこもないん で通勤で使ってるんで、カッパをねとりあえず入れときたかったんで、でまあちょっとあんまりかっこよくないんですけど、つけてます。まあ、いずれはね、ここへリアキャリアをちょっとつけてね、バッグをちょっとつけたいなとは思ってます。はい。まあそんな感じですね。あとは変えたとこではテールランプを、LED のランプ入れました。これも ここをね、この後ろのとこをパコッと外せば簡単にこう入れ替えれるようになってるんで、まあ、そんなに難しくはないです。はい。という感じですかね。はい。で、こっからはまあ、ちょっとだけ紹介しとこうかな。まあ、そんな、同じバイクを買っていじる人も少ないとは思いますけど。まあ、やめとこうか。ね。バッテリーはこのシートの下に入ってるんで、ここのね、ネジを、開ければね、この2本あるんですよ。こことここにね。2本あるんで、それを抜けば、このシートが外れます。後ろのここはね、鍵でここ開ければ、開けれますけどね。あと一個つけたわ。ヘルメットをね、こう、どっか来た時に、こう、ここへかけるやつがあるんですよ。このシートバコッと外してね、ヘルメットをこう、ちょっととりあえずかけとくようなものが、ここにあるんですけど、まあ、こんな感じで、使っちゃってるんで、これも、さっきの、前の、とこで使って、キジマかな、なんか有名なやつなんですけど、買いました。これだけね。これ違います。これはもともとついてるやつなんで。これ鍵開けて、カチッとね、ヘルメット固定するようなやつです。なんかでもちょっと使いにくいんですよ。あんまり使いやすい感じはしないですね。まず普通のバイクの鍵と違う鍵がもう一個、こう余分にね、出てくるっていうのが、こうカチンと開けて、ここでね、こういうふうに止めるだけなんですけど、なんか不便。うん。
です。であとさっきの自転車のワイヤーロックの鍵もあるんで、結局3つね、つけちゃってるんで、なんかジャークサイというか、ここがごちゃごちゃした感じになるか嫌だなっていう感じです。あとね、僕昔使ってたタンクバッグがあったんですけどね、ここは鉄なんですけど、ここがカバーになってるんで、タンクバッグやってだいたい磁石でね、こう止めるんですけど、ここがカバーなんで全然止まらなかったです。だから使えないまあ仕方ないですよね、そういうのはね。はい、まあもうでもまあ125としてはすごくいいんじゃないですかね。ガタイはでかいですけど、一応馬力が15馬力だったかな、あって、 125cc の国産の中では、一番あんのかな馬力が、というような感じの、バイクになってます。まああんまりバイク僕も詳しくないから、まあ適当なんですけど、はい。 あとこんなね USB のやつね、これ便利ですよね。これつけて電源取るのがね、そう、今も こんなとこは取れるんですよね。これこれね、なんだったかな、これブレーキじゃない、ブレーキのやつかな、なんかからね、まあ、この USB のこの説明書にも書いてたんですけど、ここは取れるんですよ。まあ一応映しておきましょうかね、参考になるかもなんで、これ便利だなと思いましたね。ただあんまり容量は取れないと思うんで、僕の場合は USB だけここから取ってますけど、他のやつ、フォグランプとか、グリップヒーターとかね、そういったものはバッテリーから直接取ってます。あとリレーをね1個かまして、エンジンかかった状態でね、電源がいくようにしてます。だからこう、電源入れてあげると、グリップヒーターもつかないつかないな、あ、ついたですよね。こんな感じでつくようになってます。電源切ったら切れますね。つけたらこういうね、さっきオフになってたんですよね、っていうかオフになるのかね、はい、という感じです。あとちょっとフォグだけ見ましょうか。フォグはねこんな感じ、夜じゃないか分かりにくいけど結構明るいです。だからかなり下の方を向けてますけど、かなり明るい感じになってますね。こういう感じ、こういう感じですって言っても分からないか、なかなか、こんな感じね、なってます。で、メーター周りが、ちょっとエンジン切りますね、うるさいから。メーター周りがこんな感じです。コードとかがあるからちょっと見にくいけど、はい。で、ここを押したらね距離が変わるんで、全部で今2000キロくらい走ってるのかな。買ったのがね、1月とか2月、1月だったか2月だったか、まあ、なんかそのくらいの時期に買ったんですけど、結構やっぱり通勤で使ってるんで、走ってますね。で、便利なのがやっぱり、なんていうか、まあ、燃料系がね、今のこういうのでもちゃんとついてるっていうのがありがたいなと思うのと、で、あとはまあ時計があるのと、まあ、あとね、なんていうんですか、こう回転数ブーンと上がってきたら、こう、ここがピカピカ光ったりする機能ね、があって、そういうのも設定できたりとか、オイル交換の時期もね、なんかこう、オイル交換のマークがピッと出てきたり、設定してたらね、するのが便利だなと。まあやっぱり今の、なんていうか、こういう最新のやつは、かなり良くなってるんだなという感じがしました。前乗ってたやつでも結構前なんでね。で、あと、地味に便利なのが、多分これスクーターとかに普通についてるやつかな。これ、こう鍵の、いたずら防止のこの鍵の、これ、ね、これ地味に便利ですね。これが。で、ここで、こんな鍵のね、この丸いやつで、こうカチンとここをね、やってあげると、蓋が開くと、ね、いう感じになってます。だから、ちょっとした買い物の時に、なんていうか、止める場合は、もうこれだけ、そのワイヤーロックっていうか、そういうのまでせずに、これだけでやっとく感じに、僕は今なってますね。
はい、これ便利です。地味にね、多分キーシリンダーをね、あのいたずらされて、あの結構これ硬化するのも結構高いんで、あの多分なんででかいね、バイクにはあんまりついてないのか、今のやつってついてるんですかね、ちょっと僕もあんまりいい加減なこと言えないんで、ついてるのかもしれないけど今のやつは、まあそういう風な感じです。他なんか説明しといた方がいいことあるかな。で、あんまりいい加減なことも言えないんで、このくらいにしておきます。ではでは、はい、どうも、お待たせしました。今ねちょっと長々とあの素人の、こうバイク紹介を聞いていただいたんですけど、まあいかがでしたでしょうか。まあ、あのこの 125cc のこんなタイプね、今結構、人気みたいで、まあ、種類もねそこそこ増えてきてるんだと思うんですけど、あの意外と乗ってみて、思ったのは、やっぱり僕が体が大きいせいもあるんでしょうけど、出だしが結構やっぱりちょっと遅いかなっていう感じは、します。これ多分僕が重たいせいもあると思うんですよね、正直ね。だからあの一概には言えないですけど、やっぱりでっかいっていうか、もうちょっと排気量あった方が嬉しいなという感じですね。それはありました。で、まあ、もともと通勤がに使うので、なんていうか、まあそこそこ125でもやっぱり馬力はあってほしいなっていうのと、まあ、125まででなんとか選びたい、これはもう費用、維持費を抑えたいっていうのだけでね、選んでたんであれなんですけど、まあやっぱり2半くらいまでね、なんとかこうちょっと考えてもよかったかなという気は今になってはね、ちょっとしてます。まあ、理由としては125は高速道路が乗れないですね。高速道路だけだったらいいんですけど、結構ねそのなんていうんですかね、その自動車専用道路っていう、あの結構大きな、あの高架のなんていうかな、道路みたいな、その普通の道なんだけど、125cc ダメっていうね、道も結構あったりするので、本当に通勤とかね、決まったところをうろうろ、まあ身近なところをうろうろするだけだったら、そんなに、問題はないんですけど、あのちょっとねこう、遠出したいなっていうことになった時に、あの間違えてね、自分が知ってるこうとこだったら、まあそんな間違うこともあんまりねないとは思うんですけど、ちょっと遠出した時に間違えてね、そういうとこ乗ってしまうなんていうことは、ちょっと気をつけとかないとあるのかなと思ったりもね、してます。まあそういう意味でもね、やっぱりなんていうか、高速はもともとねそこまで遠出する、バイクで遠出するっていうのももうないだろうと思って、まあ、買ったんでねあれなんですけど、まあ結局僕、まあこう重たいからかもしれないけど、出だしが遅いから、やっぱり2半くらいにしとけばよかったかなというのは今になって思ってます。まあ、あのいろいろね後で調べていくと、まあ、ファミバイ特約のいいところと悪いところ、っていうのもあるみたいなんで、そこら辺はねまたあの雑談というか、まあ、また今度ね雑談で話せたらまたいいかもしれないんですけど、まあ、意外とこうファミバイ特約のがお得だお得だと思ってる、なんていうかな、お得じゃない場合もあるみたいなんで、もうずっとバイク乗ろう、継続して乗ろうと思ってる場合だったら、もう別にバイクの保険入った方がね、安くな、まあ、いずれね安くなってきたりするという感じで、まあ長いスパン考えるとね、まああとは使い勝手かな、そこら辺もありますよね。家族がいっぱいいてて、あの子供とかもね、原付乗ってるとか、まあそんなんもいろいろあるんで、まあ、一概には何とも言えないと思うんですけど、まあそういうことです。あの一概に得じゃないと、僕だったら2班で僕だけがだいたいバイク乗るんでね、それだったらまあバイクの保険ね別にかければよかったかなとも思ってます。2班くらいでね、車検がないしね2班だったらという感じもしてます。まあとりあえず最近バイクを、買って乗り出してますという、ご紹介でした。まあ、なのでここへね GoPro また積んだりとか、まあオズモポケットはねあんまりここに積むとね、結構ジンバルがあんまり振動するとなんかエラーになって止まったりするんでね、
やっぱり GoPro かなと思ってるんですけどね、またそういう映像も、撮っていけたらなと思ってます。あとはDJI ファンの皆さんはね、もうちょっとしたら GoPro がまた新しいものを発表するということでね、発表会が予定されてますけど、すごい楽しみですよね。多分今のリーク情報とかをあれすると、まあ、GoPro と同じようなアクションカムが出るらしいと、まあ、水中でね撮影することも可能だというようなもので、あとは GoPro よりもかなり広角なものということで、でだからオズモポケットはあくまでも自撮りとか、まあ、ジンバルも積んでる、まあ、画角はちょっと狭いけど、まあ、自撮り用の自撮り用かな、なんかまあそういう風な、カメラ、あとはアクションカムは別で出しますということみたいですよね。ドローンがね、意外とファントム5がなかなかね、僕は去年のうちに発売されると思ってたくらいなんでね、ファントム5がなかなか出ないな、出たからといってちょっと買えるかなという感じもするんですけどね、まあ、どんな機能アップがねされたら買う気になるのか。ファントム4でもね、すごく満足しちゃってるんでね、あとマビックエアの 2つでね、だからファントム4プロから何がグレードアップされるかでファントム5は買うかどうか決めようかなとも思いますけど、最近出費が多いんでね、ちょっとしんどいなという感じもしてますけど、はい、ということで、そしたら今日はね、とりあえずバイクの紹介でした。またいろいろね、これからも、ぼちぼち頑張っていこうと思いますので、よろしくお願いします。そしたら今日はこの辺で失礼します。さよなら。